1938年秋シーズンのジャイアンツの成績。監督は藤本貞義。40試合30勝9敗1分け、勝率7割6分9厘で優勝しました。2位はタイガース、3位は阪急でした。エースは24試合で19勝のスタルヒン。このシーズンは水原茂が11試合に登板し8勝。沢村栄治の抜けた投手陣の穴を埋めました。打線は4番の中島が絶好調。打率3割6分1厘、10本塁打。38打点で日本プロ野球史上初の三冠王に輝きました。最高殊勲選手は中島。投手部門ではスタルヒンが最多勝と最多奪三振を獲得しました。